と簡単な祈りだった。鼻からだんだんと消える簡単。今から緊張が上がるから、静かな会場を後にさよなら。背中に後ろまだ差が残る。下が痛い心根を吐き出さぬように込めて、胸の中が檻のように濁る。受け止めたいことが自分さえ抱えられず持てました。それを守っている。かすんだ声はカラカラに喉で焼いて埋め尽くす。何を言うべきかわからなくて、感じてたものが遠く離った。地上で違う何だか違う。いつまで行こうか、どこまで行けるのか、定かじゃないなら何思うの。僕らが離れるなら、僕らが見合うなら、その度に何回も繋がれるように、ここにいてくれるなら、話すすいられたら、まるで誰も死なない感覚で救われていく。実際はどうも変わりはなく、享楽とは嘘でなる。ほころぶ前にここを出てこうかと、都合のいい願いを同じように同じようにつぶやく。どこから聞こうか、何を見失うか、誰かじゃないからここを動けない。僕らが好かれるなら、これ以上はないなら、そのために何回も逃げ出せぬよ。これから何度思い出すのだろう。僕らだけが、僕らが離れるなら、僕らが無用なら、その度に何回も繋がれるように、ここにいてくれるなら、話すすいられたら、まるで誰も死なない感覚で、僕の生きてる全てを確かめて正しくして。